江戸時代、関西の改革を30秒で復習。田沼明族の株仲間は、幕府うどんもワイルドだと不信感。白川藩主の老中松平定信が政治改革。これが関西の改革。規制や理想論が多かった。米の備蓄奨励の囲い米のせい。朱子学の奨励。他の学問を禁止する関西医学の禁。御家人旗本救済の借金帳消しである紀元令。田沼の政治は不評でも、経済文化が比較的自由。白川の清きに魚の住みかねて、元の濁りの田沼小石。と川柳で悪口も言われちゃいます。